こんにちは、つれづれママです。いつもありがとうございます。このチャンネルでは、私が読んだ本を元にしながら、人生を楽に生きることをテーマにお話しています。あなたの心が少しでも軽くなれば嬉しいです。どうぞゆっくり休んでいてくださいね。さて、先日、稲盛和夫さんの本を一冊ご紹介しました。今日は第2弾です。心という本です。心の横に句点がついています。その理由はわかりませんが、何か理由があるんでしょうね。稲盛さんは以前にご紹介した本の中でも言われていましたが、心がすべてを決めているとおっしゃっています。つまり人生で起こるあらゆる出来事は、自らの心が引き寄せたものだということです。それはこの世を動かしている絶対法則なのだと言います。ですから、心に何を描くのか、どんな思いを持ち、どんな姿勢で生きるかということが、人生を決める最も大切な要因なんです。まずは、自らの内側に目を向けて、正しい心を持っているかどうかを問い直さなければいけません。中でも、人が持ちうる最も崇高で美しい心、それは他者を思いやる優しい心、時に自らを犠牲にしても他のために尽くそうと願う心、これを利他の心と言います。利他を動機として始めたことは、そうでないものより成功する確率が高く、時に予想をはるかに超えた目覚ましい成果を生み出すこともあります。もう一つ、優しい思いやりとは別に、強い意志、熱意も必要だとしています。しかも、その根幹となるのも、美しい利他の心なのです。このように、私たちが生きている限り目指すものは、真善美という言葉で言い表すことのできる、純粋で美しい心なんです。では、なぜ利他の心で行動すると運命が好転するのでしょうか。人の心の奥には魂があります。そしてさらに奥深い部分に真我と言われるものがあります。それは最も純粋で美しい心の領域です。利他の心はこの真我の働きによるものです。そしてその真我とは宇宙の心と全く同じものなんです。宇宙には気が充満し、すべてのものを幸せに導きます。私たちが利他の心を持ったとき、宇宙の心と共鳴し、自然に物事が良い方向へと導かれていくのです。ところで、私たちはなぜこの世に生を受け、人生を歩んでいるのでしょうか。一つは心を高めるためです。言い換えれば、私たちは魂を磨くためにこの世に生まれてきたのです。もう一つは利他の心で生きるためです。この二つの目的を目指して生きていくことで、私たちの人間性は磨かれ、幸福や充実がもたらされ、価値のある人生となっていくんです。先にも言いましたが、人生で起こるあらゆる出来事は、すべて自らの心が引き寄せ作り出したものです。目の前に現れた状況がいかに過酷なものであっても、それを恨んだり、卑屈になったりせず、常に前向きに対処する。それこそが素晴らしい人生を生きる秘訣なんです。その時に大切なのは、どんな時でも感謝の心を持つことです。今が順風満帆であっても、おごり高ぶることなく、常に謙虚な気持ちで自らを律し、感謝の心を忘れないようにしなければいけません。そして、災難、苦難、不幸といった状況に直面した時も、嘆いたり、愚痴をこぼしたりせず、前向きに捉えて受け入れ、
感謝して明るい気持ちで前に向かって歩んでいくのです。なんてシンプルな人生の秘訣なんでしょう。しかし、それを貫くことは大変難しいですね。どんな時でも感謝の気持ちを持つということには、とても大切な意味があります。なぜかというと、何らかの災難に見舞われた時、それまで自分を苦しめていた業が消えるか、さらなる災難を呼び込むかは、その時の心一つにかかっているからです。心で思ったことが業、すなわち原因となって、それが現実という結果を作ります。このような原因と結果の法則がこの世にはあります。業を作るのは思うだけではありません。行動や言葉も業となり、ある時災難となって降りかかってきます。過去に作り出した業は現象として現れるまでは消えません。ですから災難が起こったということは、業が一つ消えたということです。どんな災難でも喜び感謝すれば、業は消えてなくなるのです。感謝の心を育む源となるものは、謙虚な思いです。他人に対しても、自分に対しても、また自分を取り巻く境遇に対しても、どんな時も謙虚な思いを忘れないこと。そして、常に謙虚であるように自らを律することが大切です。私たちが自分のものと考えているものはすべてこの世での一時的な預かり物にすぎません。だからこそ私たちはそれを自分のためでなく世のため人のために使わなくてはならないのです。そういう思いで生きるとき、心からおごりや高ぶりが消え、感謝の思いや謙虚というもので満たされるのです。そのためには今目の前にあることに全精力をかけて没入することです。動機が善であるものであれば、おのずと物事はうまくいく方向へと導かれ、動機が利己的であったり、よこしまな思いであったりしたら、どれだけ頑張ってもうまくいくことはないでしょう。そもそも、利他という言葉の意味はシンプルです。自分は後回しにして他人のためを優先するということです。家族を幸せにするために何かをする。職場の仲間や取引先の人たちのためにできる限りのことをする。また、自分が住んでいる町や地域が潤うために貢献できることをやってみる。どんな小さなことでも利他の行為であり、そこで芽生えた利他の心がさらに大きく花開くことによって、人間にとって最も尊く美しい行為へと広がっていくのです。しかし、ひとたび社会に出れば、よからぬ考えを持って近づいてくる人もいます。そんな人を相手に利他の心を持ち出そうものなら、まんまと餌食にされてしまいます。でも、それもやはり自分の心が引き寄せていることです。十分に魂が磨かれ、清らかで美しい心で生きているなら、周りの人の心も同様に美しくなっていくはず。そうでないとすれば、自分の心の修行がまだ足りないと思った方がいいでしょう。そうは言っても、現実にそのような人が目の前に現れたら、まず関わりを持たずに離れていった方がいいでしょう。やがてその人は静かに去っていくでしょう。私たちの心の中には、利他の心以外に利己の心も存在し、その二つはいつもせめぎ合っています。利己の心とはご存知のように、人を押しのけてでも、自分が得をしたいと思う心です。私たちは利己の心をできるだけ小さくし、利他の心が占める割合を大きくしていく必要があります。能力善用という言葉があります。
これは利他の心に基づいて能力を使うということです。人が持っている能力は良い方向に使えばその人を正しく成長させることができるし、悪い方向に使えば誤った道へと進んでしまうのです。同じ能力であってもどのように使うかでその人の価値が大きく変わってくるのです。宇宙の法則には2つの面があります。1つは成長発展、すべてのものを進化発展させるエネルギーに満ちています。もう1つは調和を保つということです。巨大になりすぎたものは調和を保つという働きに沿って崩壊の方向へと導かれます。謙虚さを忘れ、自らの欲望のままに拡大ばかりを目指していくと、バランスを崩し、宇宙の法則によって崩壊させられるのです。利他の心を持ち、謙虚さや調和を忘れずに成長し続けるなら、必ず宇宙が応援してくれ、成功と発展を続けることができるでしょう。ここで一度想像してみてください。見たこともないようなそり立つ壁が目の前にあったとします。あなたはその瞬間どのような行動に出ますか？絶対乗り越えられると自分に言い聞かせて一歩を踏み出す。それとも登れないのではないかと躊躇してしまう。実はこの壁を乗り越えられるかどうかはこの一瞬の違いなんです。できると信じた人はどんなにその壁が強大であってもめげずに諦めずに立ち向かっていくでしょう。するといつの間にか乗り越えられるのです。しかし一瞬無理かもと思ってしまうと、後からどんなにいや登れると思い込もうとしても成功から遠のいてしまいます。困難な状況だからこそ必ず打開する道はあると信じて、諦めずにひたすらに進んでいかなければなりません。その先に運命の扉が開くのです。その時に必要なのは心の内から湧き出てくる静かで穏やかな、それでいて強烈な思いです。どんなに困難な目標であっても力を引き出し不可能を可能にするもの、それが思いの力です。それはこうなったらいいなと漠然と思うものではありません。必ずこうありたいと心の底から思って揺るぎない意志で絶え間なく思い続ける。そうでなければ実現しないでしょう。的確な判断を下すときに必要なのは、心の中に判断の物差しになる善悪の規範を持っているかどうかです。その善悪の規範は、心の奥深くにある魂から来るからです。普段の生活の中で常に自らの心を高め、魂を磨き続ける。そのような生き方をしていれば、真我に近づいていくことができるでしょう。そして現実は良い方向へ転じ、幸運に恵まれた素晴らしい人生を送ることができるでしょう。このように人生を大きく変える要素は考え方ではないでしょうか。素晴らしい才能に恵まれ懸命に努力を重ねても、考え方がマイナスに落ち込めば人生のすべてはマイナスになってしまうでしょう。一方、決して能力に恵まれたわけでもなく、苦難の道を歩んでいても、考え方がプラスであるならば、やがてきっと運命を味方につけて、素晴らしい人生を送るに違いありません。仏教では、真実は空だと言います。つまり、私たちがこの世で生きていく中で経験することはすべて宇宙にあるただ一つの真実が映し出された世界でしかないのです。では、なぜ宇宙の真理は一つなのに、
私たちの人生は波乱万丈で、苦難や困難に満ち、一筋縄ではいかないのでしょうか。それは心が濁ってしまって、ありのままの真実が見えないからに他なりません。怒り、欲望、愚痴。この三つを仏教では三毒と言って、心を濁らせ、惑わせる元凶であると説いています。現実とは、たった一つの真実が映し出されたものです。しかし、濁った心を通して現れた現実は、それに合った濁った現実になります。自分の人生は不幸だと愚痴を言えば、その愚痴が不幸を呼び起こします。ですから、私たちは毎日少しずつでも心を磨いていくしかないのです。そのために、一日のうちのわずかでも心を静め、穏やかに保つ時間を取ることが大切でしょう。また、人生を良い方向へと導いてくれる人との出会いも不可欠です。そうした運命の人と出会うにはどうすればいいでしょうか。それは、助言や支援を受け入れられるような素直な心、ひたむきで純粋な思いを持っていることです。どんな人にも与えられているものは、今この瞬間という時間しかありません。その今をどんな心で生きるかで人生は決まります。幸運も逆境も、すべては自然がもたらしてくれるものです。だから、今どんなに辛い境遇にあろうとも、それにめげず、ただ前を向いて進んでいきましょう。利他の心をベースに努力を重ねていく。そうすれば必ず運命は好転し、幸福な人生が訪れるでしょう。いかがでしたか？利他の心と感謝の心。頭ではわかっていても、なかなか実践するのは難しいものです。ましてや、自分にとって辛い状況の時には、ついつい自分のことで頭がいっぱいになってしまったり、人のせいにしてしまったりしがちです。そんな時だからこそ、人への思いやりを持ち、その状況が自分の成長につながることに感謝するということを忘れずにいたいなと思います。この話が良かったら、いいねやチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回をお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。